今日はですね、タイトルにもあるように虫を食うんですよ、僕たち。ストロングだわ。ストロング。ただですよ、全員に飯を食、あの虫を食えというのはですね、やっぱちょっと虫ハラスメントって最近ね、やっぱよく聞くようになりましたね。虫ハラになっちゃうとずれちゃう。虫ハラ良くないぞと、はいはい、若者いじめるなよってなるので、はいはい、全員食べないという世界線も一応あります、企画としては。はい、おお、そしたら助かると。なるほど。はいはい、食べられないかもしれない。食べられない可能性があります。今日はもう至ってシンプルです。カズクラっていう、カズクラカズさんの名前を取ってシード地カズクラのワールドにいるわけなんですが、今からみんなで協力してエンドラ討伐します、うん、はい、死んでしまった人は虫を食べます。シンプルわかりやすい。死んでしまった人は虫を食います。もう、はいはいはい、なんで死ななければいいので、まあハーブでやらせていただけたらなと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあちょっと虫紹介、はいはいはい、虫紹介からいくか。これ開けていいんすか。開けてみる。開けちゃう。大原君、ちなみに今回は、はい、僕がもらったのがあのジャイアントウォーターバグっていう俗に言うタガメですね。なんか噂によるとめちゃくちゃでかいっていう噂なんだけど、なんかリモコンぐらい、エアコンのリモコンぐらいの、なんかリモコンは絶対嘘。そんなにでかいことある、袋の上からなんか撫で回してるんですけど、なんかでかいっすよねこいつ。さすがにそれなんか紙かなんかだよ。かぶさってるだけっすかね。ああー、よかった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 。なんか中からさらに袋が出てきて、ああそういうパターンか。ああ、よかったよかったよかった。型崩れしないようにね、はい、で、ただだってリモコンは大きすぎるでしょ。型崩れしてていいのよ。リモコンほどじゃないんですけど、僕の人差し指と同じ長さですね。長いもんか。10センチ以上ある。口の中入れたらそれでいっぱいになりそうですね。あ、なりますね、間違いなく。あ、うわぁ、やべえ。はい、じゃあ皆さんサバイバルにして、こっからもう死んだら、はい、虫食うの確定なので。はい、なるほど。いや、でも今日はちょっとオンリーちゃんにおんぶん抱っこじゃあれなんで、これ、ちゃんとネザー要塞行く人とかくじで決めましょう。いや、なるほど。ハードネザー要塞行ったことないんすけど。ハードネザー要塞ないめクリエイティブじゃない。僕サバイバルですよ。あ、サバイバルか、びっくりした。あ、じゃあ引っ張ってください。引っ張ってください。あ、もう一発ですね。ほんとだ、失礼しました。いや、あと一発殴るんで大丈夫です。変な状況やめてよ。ストック形式やめなさいと思った。ちょっとみんな疑心暗鬼になっちゃうから。多分ロット担当がほとんどの可能性で、多分虫確定みたいになりそうなんで。確かに。そんなことない。そんなことないよ。やめろってみんな相手言わんかったよ。ちなみにロット担当の人が死んだら新しい人行きますよね、もちろん。もちろんもちろん。あ、確かに、ね、確かに、ね。一人ずつ行こうぜ。一人ずつ。ですよね。一人ずつ。一人ずつ行こうぜ。一人ずつ行く。戦争みてえだな、本当に。毎回行け。確かにね。誰が行くっつって。虫食いムーブなんだよ。このお肉は大原くんですか。あ、はい、あ、適当に焼いてました。あ、じゃあちょっと追加 しますね。肉いい、何一緒にいんのそっち。います、3人一緒にいます、ね、チーミングチーミングチーミングチームそもそもチーム、本当やめてください。チームなんかもう視点がおかしくなっちゃってるから、もうみんなでチーミングしましょう。みんなでチーミングしましょう。今気づいたんですけど、猫字って麺のことを大原くんって呼んでるんですか。あ、大原大原くんって呼んでますよ、確かに。確かに。そうなんだ。あ、確かに昔からそうですね。昔から大原くんでずっと呼んで、そう、麺、もう麺なんすもんね。麺が、麺、ね、だからな。確かに。あら麺。え、みんなどこまで行ったんだ今、アカシアの村あたりで。え、村、あ、村じゃない。アカシアの、なんか平原でもう。あ、村あった、村あった、村あった。おー、ナイス、すごいね。これあれでしたっけ、村見つけた人がゴーレムやる人指名できるんでしたっけ。え、指名ではない、指名ではない。それは大丈夫だよ、さすがに。ゴーレムはね、もうちゃんと。ゴーレム大丈夫ですか、皆さん。うん。本当に、いや、結構倒してますからね。ゴーレムを一生恨むやつが出たら面白いですね。これで吹き飛ばされて死んだな。そうそうそう。夜になるまでに皆さんここまで来てくださいね。夜になるまで。海渡んなきゃいけない。あ、いたいたいた、みんな。
村発見。おお、ありましたね。はいはいはい。寝ましょう寝ましょう皆さん。僕も寝ました。せや。お早い。やばいやばいやばい寝なきゃ。やばいやばい夜になってる夜になってる。ああ。これむしろ先に寝ると逃げ場ないですよ。そうハードはねドア壊される。真ん中に二つだけ置いとくんで頑張ってください。一人一つだ一つだ。当たった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 。じゃあ一旦肉を焼いていきます。肉焼く肉焼きです。じゃあ鉄ピース作っとくんで汎用菜見つけたらルーレットで誰か言ってください。汎用菜やばい。汎用菜やばいですね。あの行くけどあの金ブロックの場所はわかんないです。うん、それな、はい、分かる分かる。どっかで生きて帰れたことない、うん、あのこういう時に限ってあの真ん中に金ブロックあるタイプのやつで、ね、それは行くしかねえな。真ん中あるタイプ。よしよしよし。あとは鉄チェストプレートぐらい欲しいな。なんかあーさすがにそうっすね。チェストプレートだけでゲートできました。早い、すごい早いのよ。いやどんな位置かですね、うん、おっとすいませんピラミッド見つけてしまったんで僕ピラミッド行ってきます。あピラミッド行ってピラミッド。おナイス。宝宝宝宝宝宝。よし TNT ゲットしちゃった。おお悪いすぎ。悪いな今の。やめろよ本当にやめろよ。本当よくないよごめんそういうのは。金インコットが12個あったんで取引に使いましょうか。腐肉を55個分配しようと思います。いらんいらんいらん。はい誰か一つチェストプレートがあります。欲しい人かまどに一番早く来た人にプレゼント。みんなの分集めなきゃなんだよな、ね、そうそうそう。僕はみんなのために。あ僕も、はい、もうブラマイしてますわ。みんなのためにそうそうそう一番乗り。なんかもう感覚的なもんなんですけど、うん、一番良い行いをした人がなんか最後はなんかいい感じになるかなと、うん、はいはいはい。取れ高的な意味で。うん、でおおおなんだお大丈夫大丈夫クリーパーが。おこれこれうわっおっぶねタガメ大丈夫タガメ大丈夫タガメ大丈夫タガメって言っちゃってるコードネームがコードネームタガメ。ちょっとレッドストーン取るのめんどくさくなったんで要塞とかのガチャはどうしようかな、うん、何が面白いかなんかミニゲームする砂利でいきます。砂利はねいいね。ちょうどあなるほどなるほど砂利で逆に10杯引いた人が行くっていう行くっていうね、うん、はいはいはい。砂利ひりつくからな。じゃあ砂利みんな1個ずつ持ってていつでも砂利バトルできるよ。ああオッケーそうです。いつでも砂利バトル。オッケー行こうか。一番最初に1人でネザーゲートの周りの安全を確保する先遣隊を決めよう。セットしてくれるな、はいはいはい、オッケー。火打ち石が出た人が、先遣隊でみんなの安全を確保します。これ待ってみんな。素手ちゃんと素手で掘って。素手ですか。素手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 ね。いいね行くよ行くよ。それはもう今ルールでルールで。セット。出ない方がいいですよね。出ない方がいい。出たら先遣隊。オープン。よし。オープン。出な。よしよし。いいよいいよ。セット。ちょこれ夜になっても続く。セット。オープンオープン。オープン。出ない。オッケー。ああダメだ。出た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 。みんな寝よみんな寝よ。出て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 。あまだ寝れない。そう。あめん頑張ってね。あれっすよね。僕の仕事ただネザーに行って広げるだけっすよね。そう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 。まあそうそうそう。安全を確保するって簡単。死ぬわけないじゃないですか。本番はだってね要塞だから言う。要塞廃要塞。こんなん死ぬわけないじゃないですか。やめん5分は。行ってきます。誰でもできますね。うん。いらっしゃい。いらっしゃいめ。余裕がすぎますこんな。どんなんなんだろう。はいドンと。ああもう。イージーイージー。イージーっぽい。めちゃくちゃ安全地帯です。おーよかった。いいねいいねいいね。びっくりするぐらい安全地帯出ました。余裕です。行こう行こう行こう。よしレッツゴーみんな。嘘だったらおもろいけど。そういや俺10人ごとも金あるんで3人分作れますよ。おお。欲しい。自分の作った。おお。お前いいやつだな。要塞に行くにもかかわらず。え？待て待て待て。ジャリバトル。ジャリバトル負け負けだな。確定だってる。うん、あんなとこできた。ああ。ほらうまい。うまいうまいうまい。跳ね返すうま。俺たちも。出て出て出て。いけ。やったー。おー、ナイス。ありがとうございます。
最高。変要塞発見しました。何要塞発見しました。うわまさか。皆様お集まりください。お集まりください。最悪だ。最悪だ。ガチャのお時間です。0のマイナス500。これはい、じゃリセット。こちら、汎用再攻略を行く人を1人決めます。いきます。セットオープン。あよし。あーセーフ。あーあれおいあれあーいや間違えました。あすいません、手持ちになったらヒッチで落としちゃいました今。いや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 、今僕はカメラに押されてジャンからヒッチしました。引き強いね。強いっすね。これを託そう。強いな。これを託そう。1人で行かしていいの。いいセット。いいよ。それいい。皆様セットいいですか。セットじゃない。おっと。これセットじゃない。皆様。二人いても変わんない。二人いても変わんない。必要だよね。重い。いや。していいぞね。行きます。じゃあセット。二人目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 。行きます。セット。オープン。さあ。よしよし。一人で行かせるのはかわいそうみたいなね、言ってたもんね。優しいな。どうも。なんか二人とも、どうも、うん、豚さんコンビ。はいはい、豚コンビ。豚戦争頑張ってください。豚戦争頑張ってください。二人で何とかしてパールを集めて、はい、対価のポーションを集めてください。はい。よし、じゃあ僕たちは要塞を探そうみんな。いやー、楽しみですね。めあ、はい。ね、なんちゃこの7インゴったるから、これで出たら俺にしよう。あ、僕7回やりますこれ。7回やるからこれ出たら。はいはい、確かに。じゃあボンさんとメインディスコード別になる。とりあえず。ああ確かに。チームさん。ここでも練習全然なんか。え、いやなんか特別感あってよくない。でも死んだ寂しいじゃん、死んだ時、はい。死んだらこっちも盛り上がるよ、うん、どっちにしろ。死んだ時帰ってこない可能性がある。出るのか出るのか。じゃあね、汎用組行こうぜ、汎用組。わかりました。行きますか。行くか。大丈夫っすよ、もうしないっすよ。ボス、箱あげでいいっすか。え、あ、待って、チェスト開けていいっすか。え、これさ、待って、メインがチェスト開けたら俺も火開けんの、はい、そうなの。受けますかね。受けそうなんだ。それ今攻撃して受けないような気もしますが、まあでも今開けてもまあこいつ1体だからなんとかなる。ああ、じゃあ開けます。はい、来んのかな。ああしょっぱい。あ、攻撃中だわこいつ。修繕がついたクロスボウが入ってました。パールテロパール出ちゃう。これで出たら終わりですもんね。もう出たら終わり。14でいいっすよね。もう12でいい。あーなんかなんか、あ、宝箱ありますよ。え、宝箱ありました。あ、ボさん、何あって何あって何あじゃない、あ、何あ、何あって何あって何開けようかどうしようかなと思って。こいつらが、ちょっと待って、いいよ、外にあった閉じたらもう全然いける、はい、あ、いいよ、閉じる、目下がって大丈夫です、はい、これでいいよね、まあ、こんな感じでしてあげれば。うん、大丈夫、開けよう、開けよう。開けますか。はい。ほ、あ、何、金のチェストが。いらん、あと、いや、いや、持っとくわ。あ、てか残骸入ってますね、こネザライトの使えるかどうかが。こちらもらった。使うか、これ使うかこれ。使わんすね、それで言うと。え、ボンさん、あっちの方も行っています。何、どっちの方。チェスト側の反対側のなんか四角い建物。いや、行こう。いやー、そこにチェストあるんだけど。ゾンビピグにいるから大丈夫じゃないですか。守ってくれますよ、きっと。本当か。めっちゃいるじゃん、ゾンビピグ。どうしたのこれ。わかんないです。めっちゃハマってます、この辺。これ開けてないやつ。開けてないやつです。いる、真後ろにいるぞ。あ、ねえねえ。一旦閉じて。いや、ボンさん見てください。こいつクロスボウです。つまりザゴです。勝てます。いや、閉じない。あげて。あげます。おお、金が4つ、5個入ってます。ナイス。俺は持つから。じゃあ、はいはい、金。金をちょっといただきます。金インゴット6つです。ナイス。どの辺だったかな。なんか、決められた場所を掘るとなんか出てくるみたいなのがあるんですよ。へー、でもこれ今一番のところ外から見えるのないよ。行って。あぶ、豚だ。あぶ。ああ、ボンさん後ろです。あぶ。ふざけんなよ。お前。そいつです。絶対なんだよこいつ。死ぬかと思った。死ぬかと思った今の。おっとで。なんだ？あのめちゃくちゃ正面からなんかガスていました。ボンさんこれ開けます。これ開けよっか。もう囲んじゃって、ちょっと待ってね。こんな感じで安全ゾーン作って。こんなもんですかね多分。はい。オッケー。じゃあ開けます。
おお見てください、ボンさん。激アツです。おお勝ちました。我々の勝利ですもん、これは。これは勝った、これは勝った、これは勝ったわ。でけえ。よしよしよし、これで、いくつあったっけ、今。今、42人ごとあります。十分、十分。投げますか、どっかで。脱出、脱出しよう。脱出。一旦脱出しよう、ここは。それあとは豚を探して、この42個投げるだけです。いれば楽なんだけどな、豚が。赤森で攻撃すればいいか。まあ、ですよね。まあ、さすがに42枚は出ますよ。まあ、やめろよ、そういうこと言うの。やめろよ、あ、もう、あぁ嫌な予感しかしねえぞ、今そしたら、おいこれで、適当に蓋しちゃいますかなんだ、なんだ、おあぁあいつ燃やしたか、もしかしてあいつ爆撃したんですよね、ちょっとこんなかあ、あ、あどうしたこいつら、バルヒの中入れやがったバカ野郎おいおい出たのに今今パール出たのにガストいるさんガストあのガストいるさんはそはあそんなことあるのああでもまた出ましたですですですちなみに7パール何パール何パール何パール7ですワンちゃん揃ってた可能性ありましたね全然あるねちょっと一旦 このわずかなわずかなあー確かにあそしたらちょっと4回渡してきますいやーやってくれましたねマジかよマジかよ全然出ねえわこれ10パースも全然出ねえわなんだったらここにいるエンダーパンでちょっとエンダーパンをかさ増しするっていう全然ありじゃんあ全然出ない何も出ないまあ、7個は出ました、まあ、見つけたら見つけたらやるよエンダーマンははいはいはいドズさんたちパール出したそうですけどこれはダメっすよねいやダメじゃないでしょ出たんでしょ7パール出たみたいな なんで言いに来ないの彼ら来ないっすねなぜ言いに来ないなぜ言いに来ない確かになんか不思議っすね押しにあれなぜ言いに来ない何も来ないってことはやれってことやれってことっすよねあ、ただノラエンダーマンから1パール出ましたノラエンダーマンないっすないっすあ、お疲れさんですあ、お疲れ様です、 お疲れ様ですはい僕ちょっと遊びで攻撃してたらパール出たんで合流しますかあ、おお、帰宅ですかそうしようそうしようそうしよう帰宅じゃあディスコ戻りますあ、ディスコ戻りましょうディスコ戻りましょう行きますいや、よかったっすね会いなかったじゃあ私ここにいるかあー、来た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 お久しぶりです。よし、じゃあ行くぞみんな。はいはい、誰から行く誰から行く。どう行きます？じゃあ僕行きます僕行きます。お、一本でいいのね。一本ずつ。たまには年齢順で行くか。はい。行くわ。行ってみましょう。行ってらっしゃい。行きましょう。本で行く。うん。ちょっとね、ここら辺ちょっと、ねはい、年齢非公開ゾーン入ってるんで。確かに。あ、そうか年齢非公開ゾーン。うん、そう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 。じゃあじゃあ。わし先行っていいですか？そしたら。あ、もう行っちゃった。僕行ってるんで。もう行っちゃった。もう行っちゃった。行っちゃった。あ、やってみる。なんですごい落ちんの？よし、差し込んだいそんなことあんのめっちゃ早いっすねそんなことあんの多くねえですかめっちゃ多いよ、めっちゃ多いよ、気をつけてめっちゃ空いてるからえ、あれ、オンで取ったのあ、もう終わりえ、嘘早すぎだろえぇ、今ロットが3個、あ、坊さん手持ち持ってますかねあ、今入れた、俺入れた あ、ちなみに俺、黒曜石もう9個あるよ落ちない、落ちない、落ちない、落ちない僕1個ありますよあ、ほんと、じゃあ10個、これ作れるんだ、ゲートいいですねいやなんかもうボンさんの時と全然違うじゃんボンボンの言い方三本中よしじゃあ行こうみんな、はい、これ取ってこれ取ってえこっからもう出ちゃうどうするああ出ちゃうとこもう出ちゃううんうん出ちゃうかもうめんどくさいし出ちゃうか出ちゃうかどうせ戻るだけ出ましょう出ましょうはい鉄6個持ってた結構遠く出ちゃいましたね遠くね遠くの可能性ありますね行こう、冒険に、うん、よし、行こう行こう行こう投げよう投げよう投げよう投げまーす行きましょうはい行きましょうはいほいおおはいはいはいこっちかあっちこれ火力が食料大丈夫これ、本当にこれあれっすか、うん、砂利魔系の人が裸でポータル見つけるんすか
やばいやー、確かに装備剥がされるんですよ、説ある、ジャリ負け、ジャリ負け、ほんとにそこでポータル探すんですよ、ジャリ裸ポータル、ジャリ剣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 、ここ、ああ、見ましょう見ましょう、いいですよ、金属に、はい、ありがとうございます、チェック、あー、TNT しかねえな、いいもん、いいよ、TNT いいじゃん、山ほどの TNT を持って帰ります、 OK です、あ、そんなあった、10個あります、11個、貯金が、ね、何に使おうとしてんだ、なんかもうなんかみんなで食いましょうよとか言い始めて、なんかやりそうよし、投げます、あ、戻った、あ、戻った、戻りましたね、戻りましたね、あのスタッフ、うん、いや、ここいらで砂利やっときます。ああ、もういいよ。ああ、なるほど。何砂利っすか、何砂利っすか、これ。これ、ボーダル直下掘りしてもらう。ああ、とりあえず直下掘り砂利、ああ、直下砂利、直下砂利。こんな軽い砂利があっていいのか。いや、もう、ポータル探すまでを一人でやってもらえますか。もうそうしようよ。うん。やべえな。甘えだよ、甘え。やべえ。やべえ。裸でいい、裸で。縦もなく裸で、縦はいいよ、縦よ、縦ないと無理ですよね、もう死ぬ、ないと無理ですよ、縦装備は置いてってほしい、はいはいはい、ツールも禁止ですか、いやいや、ツールは OK よ、その装備を外してっていう、うん、はいはいはい、これ引いたら半分以上の確率で虫だと心得よ、皆さん、いや、確かに、もう嬉しいですね、ジャリケン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 、負けた人は、ね、装備を外して、まあ、盾とかツールは OK なんですが、ポータルを見つけてくるという。なるほど。1人ね。はい、1人ね。あ、OK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 。1人でやっても。いきます。セット。はい。オープン。はい、オープン。よし。セーフ。セーフ。ない。うわ、マジで。セット。セット。はい。はい。オープン。ほら。よし。よし、よし。セーフ。いやねえ。やばい、俺5分の3っすね、今日タガメンやるな、タガメン、タガメン、大タガメン、大タガメン、ちょっとひりつく要素としてエンダーエ僕全部持ってっていいですか、ひりつきすぎだろ、ひりつきすぎだろ、それはおかしい、ちょっとみんなでひりつきましょういいよ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 、じゃあいいよいいよ、それを次の人はそれを回収して、はい、行かなきゃいけないっていうことで、確かにいいじゃないですか、ただ待ってるだけなんて許すわけないじゃないですか、あ、持ってけめ、持ってけめ、全部出してください、もうパールも全部ですよ、いけパールもっすよ、ないですか、当たり前っすよ、こいつやべえな、なんでパールも置いてけっすか、狂ってるよ、狂ってるよ、狂ってるよ、はい一連卓勝ですから皆さん、じゃあ5分ごめん、はい、行ってきまーす、あ、ごめん、こんなにらしい、そこじゃない、そこじゃない、あ、じゃあ頑張れめん、じゃあ一旦水敷いていきます、どうめん、下の様子はちょうど螺旋の真ん中に出たんで、あ、さすが、さすがオンリー調査団、落ちるときちょっとずれると落下ダメージもらっちゃうかもしれないんで気をつけてください、めん、ヘルプしたらボンさんが行ってほしいよ、あー、なるほど、すげえ爆発しまくってる、爆発してるな、下で盾壊れたらちょっと、あ、待って、大丈夫か、大丈夫じゃなさそうだけど気合でなんとかしますわ、お、鉄の足み、ここで拾った装備はそれはもう面に任せる、まあまあもう、あ、じゃあいらないですよ、いらないですよ、こんな誰がつけるの、できれば来てほしいかな、あ、ダイヤだ、ほう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 、ほっとこう、なかなかなさそう、順調だね、さすがね、あんま部分も空いてないから、ありがとう、いやー、その壁際のクリッパーやめてくんねえか、あった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 ことだけ伝えるわ、いや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 、おかしいおかしい、いやいやいや、勝手にこう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 、あった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 、おおおおおお、いやー、ちょっとおお、やりもってます、何今度は何の余計に、俺もじゃりない、11じゃりとりあえず愛はめるか、とりあえず愛はめる、ああ、はい、さすがに、はい、一人でエンドラ無理だって、それはもう絶対無視、一人ずつエンドラ無理だって一人ずつエンドラ無理だって、それはセット、俺は言わない、セット、あ、ジャリくれ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 、あ、もうジャリ、ジャリいっぱいありますよ、改めて何のセットですか、これは、確かに確かに、エンドラ、エンドラだよ、ジャリが出た人がエンドラに行くっていう、はい、えっ、
ソロソロやっぱちょっとね、うん、さすがにちょっと このままだと思う。このままだとカズさんに申し訳ない。うん、さすがに。まあ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 。企画を用意してくださったカズさん。確かに、うん、確かに。で、うんうん、もこれもう最初から最後まで順番まで決めちゃいません？ああ、いいね。順番ね。いいね、ああ、確かに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 。じゃあ行きます。はいはいはい。セットオープン。オープン。よっセーフ。セーフ。みんなセーフ、みんなセーフ。セーフセーフ。これな。セット。セット。オープン。オープン。よし、セーフ。おー、あれオンリー、オンリー、オンリーって言った。これあ、でもオンリーで終わる可能性も出てくる。わざと死んでもいいんだぞ。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあ俺たち2人目を2人目を一応決めとく、一応決めとく。じゃあもうこれ、あ、いった、あ、もういった、いった、いった、もういったんじゃん。いいの、俺いいの。じゃあセットセットセット、指とかあったのに。はいはいはい、セット。あ、指あったの、ありました。オープン、オープン。セーフ。ああ、セーフ。え、誰？あ、今あ見たよ絶対。大原めまさか。次誰ですか？誰ですか？今誘致し出してたでしょ。見せろ。ね、完全に今見せろ。手を見せろ。飛んでみろ、飛んでみろ。飛んでみろ。すげーな。2番手。さあ。選手層が分厚いぞ。3番手からの面だから。3番手。3番手。これスペクテーターでオンリーの見るのはなしですか？見に行ってもいいけどね、別に。どう見に行こうか。一回じゃあスペクテーターになりますか？ちょっと見たいですね。ちょっと見たいね。うん。やってますね。やってますね。いや、ツール渡してから。オンリーどこいるんだ？もうこうして思うか。いや、これ。うわ、危ない！危ない！あっ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 ！2番手やだこれ。ハゲがハゲ取ってたんですよ、ボンさん。はいはい、確かに確かに確かに。おれ。これみんなこれ次の人気持ちになってる。いやなってますよ、もうなってる。次ボンさん、次ボンさんか。次ボンさんか。面頑張れ頑張れ頑張れ。実質面が何とかしない限りもう僕とボンさん確定みたいなところあるから。そんなことないでしょ。いや頑張って。怖いっすねこれ。いやいいよ。クロスボウ持ってきちゃったっすけど。お前さん、いや。いいんかね。いや、お姉ちゃんに決定権。お姉ちゃんに。こんなこといられ。いられ。それでこそ男だめ。そんなこといらん。勇者チーム仲間でかい勇者チーム。おやおや。しかれんならねえ。いらねえいらねえ。そう。チーム。でも、うわあ危ない。いやあ近いよ。エンドラ旋回してるよ。はい。おお。まい。いや、なんか僕金リンゴ持ってますからね。インベントリーパールがねえと思う。インベントリーパール、うんうんうん、だって麺が全部持ってった。確かにこれはもうメーカー。あー、また飛ばされた。えラッキー。使ったのに。次の方どうぞ。おもろめ虫に確定。よっしゃやべえ、これ全員行く流れ出てきてきたぞ。よっしゃじゃねえのよ。慎重。まだ行きましたね。結構。あ、来ました。さあ、ラストになるか、ラストになるか。あ、ラストいっか。いけます。行こう、決めるか。これで決めます。お、いけずり。よかったー！
虫食いエンドラ討伐、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。無事2時間半、約2時間半でエンドラ討伐できたんですが、今回エンドラ討伐中に死んだメンバー、コオロギのオンリー、タランチュラのボン、そしてオオタガメンでございます。タガメンのオオタガメンの3名、食中タイムということで虫を食べて実食。やばい。うわマジか。これはもう、これえぐいな。タガメえぐいな。ここに貼ってます。これ感触は無理でしょうね。感触は無理。いやいやいや、ね、それ感触ですよ。感触なんですかね。感触でしょう。タガメってもう希少っすからね、日本じゃ。これすごいな。麺のこれ味ついてんの、そのままにしか見えないんだけど。味ついてはないでしょ。いや一応塩味。あ、塩味なの。あ、塩味です。タガメの匂い完全になんかダンボールなんですよね、アマゾンとか。やばすぎる。やばいそれは。食い物の匂いじゃない。だ俺よくこの匂い嗅いでますよ、ダンボールなんで。ダンボールダンボール食べる感じでね。はい。じゃあ続いて麺いくか。いきます。ちょっとタガメ食い方なんですけど。あ、食い方あんの？足と羽は外せって言われてるらしいんですよね。ああ、じゃあ外した。ああ、じゃあそう、それは危ないから、うん、刺さると。足食ってみたんですけど今。はい、はい。足食ってみた。食ってみた。食ってみた。塩味のダンボールですね、固めの。どういうことだし。匂いダンボールの変わんねえんですよこれ。あ、じゃあ猫状お願いします。はい。大原麺実食。皆さんこの羽をむしろとか聞こえますでしょうか。ペリペリっております。このいただきます。塩味のダンボールですね。それしかいないな。どの部位も塩味のダンボールダンボールですね。いけるんだね。美味しくはない。美味しくはない。美味しくはないんですけど、カチカチに、あ、エビの殻、エビの殻で、はいはいはい、ダンボール味。あ、エビの殻のダンボール味ね。うん、ちょっとしょっぱめのダンボール味ですね。しょっぱめのダンボール味。なるほどね。はい、まあまあ結局ダンボールに匂いもそうなんだな、ね。あ、羽エビの殻っすね。味はダンボールなんですけど、硬さがマジで硬いっすこれ。エビのあの尻尾の部分ってこと？ああ、硬さそれに近いっすね。で結構バリバリだ、ね。はい、ほんのりしょっぱい香りダンボールって感じの。まあ、美味しくはないわな、ダンボールだったらな。うん、常食はせんすね。まあまあまあって感じの。まあ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 、もう食べれんことはないと。はい。はい。では、ありがとうございます。タガメなんか洋梨の味するとか言って期待してたんですけど、なんも。なんかね、タガメはなんか発情期のメスが。はいはいはい、洋梨の匂いがするらしい。メスだったかオスだったか、オスを呼び寄せるためのフェロモンが洋梨の匂いだから甘い匂いがするらしい。オスダンボールですか。スワダンボールなんじゃない。スワダンボール。スワダンボール。そうあ、フェロモンがラフランスの香りらしくてすごい匂いらしい。じゃあ皆さん今日は、死んだら虫エンドラ討伐お集まりいただきありがとうございました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来週も木曜日はみんなで集まっての企画なので、はい、まあこれ過激になりすぎないようにしましょう。これはもういやこれが当たり前になったらダメ。これが当たり前になるから本当にやばいから、ちょっともうこれは本当にもう特大企画で、はい、これが常にならないように確かに、気をつけましょうみんなで、ね、月一にならないようにしましょう。はい、いやいいというところで、じゃあ、本日の放送こんな感じで終わりたいと思います。お疲れさんでした。お疲れ様でした。バイ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 。